はグリーンピースとじゃがいもの煮物を作りたいと思います。こちらはそのままあのベジタリアンでも OK なんですが、今日は豚のバラ肉を入れてちょっとテコンドピアットに対応できるように作りたいと思います。早速ですが材料です。グリーンピース 250g たっぷり入って、もちろん生でも構いません。でじゃがいも、あと新玉ねぎ、そして豚バラ肉の薄切り、そして味付けはケッパーとニンニク、そしてバラ1本になります。で早速調理していきたいと思います。で、ちょっと豚肉なんですけども、こまごま切っちゃっても構いませんですし、このまま今日は大きいままに、大きい大皿に盛り付けるので大きいままにしますね。ちょっとコンチェントラートで少し下味をつけておきます。はい、染み込ませておきますね。そうしましたら野菜の方なんですが、切っていきます。で今日は大きなお皿に盛り付けるっていう想定で大きめに切ります。新玉ねぎ3個なんですけど、これも本当自由で、入れたい分、作りたい分量だけで、次の日も美味しいのでたっぷり作っていただいてもいいのかなとは思いますね。でこれも玉ねぎも、まあ、大きめに、はい、そしたらですね、これを煮ていくんですけど、その前に豚バラ肉、ちょっと今日はおつゆを飲むもんじゃないんで、ちょっと煮物ですので、水をですね少し沸騰してありまして、もっとスープを飲みたいという時はたっぷり入れていただいていいと思います。でここの中でまずお肉をちょっと火通しておきますね。なぜならばその豚肉によりアクがかなり出る可能性がありますので、ここでアクを取っちゃうっていうことと、まあ火を通しておいてこの豚肉のスープを利用する、お料理に利用するってことですね。はい、こんな感じでいいと思いますので、これを取り除き、ちょっと沸騰させますよ。沸騰させて、ここでアクが出てきたら取りますけれども、そんなに出なさそうなんで、ちょっとだけですね。ちょっとだけですね。はい、大丈夫ですので、ここにじゃがいもを入れる、玉ねぎを入れる、そしてグリーンピースを入れるわけですね。わお、はい、要はもう玉ねぎもじゃがいももグリーンピースも自由ですので、お好きな量を入れてください。そしてここにですね、ニンニクの潰したもの、食べられないところを取り、オン、はい、入れましたら、これで何も味がついてませんので、ここに、ケッパーを入れるわけでございますね。でケッパーはこの量に、私はどうだろうね、このぐらい入れますよ。このぐらい入れたいですね。あ、23粒ありました。23粒入れまして、そうしましたらじゃがいもが結構大きめに切りました。20分30分煮ないと柔らかくなりませんので、このケッパーはこの大きな粒のまま、塩のまま入れて、この塩味を利用します、お料理。そうしましたら最後にバラ1本をここから上からかけまして、全部入りましたね、全部入った。はい、蓋をしてお芋が柔らかくなるまで煮ます。沸騰したら弱火にし、20分程度煮てます。で柔らかお芋がスッと通るような、もうちょっとなんですけども、ちょっと硬いけど通るなっていうぐらいになりましたら、こちらの先ほどの豚肉を入れて
スライスになっているものを購入した場合はですね、もうたちまちもう柔らかい、薄くて柔らかいので、もうさっともう煮ればいいだけなんですけど、今日はちょっと厚めなんで少し、5、6分煮たいと思います。じゃあ仕上げはまた後ほど。はい、3、4分煮て、もういいと思いますので、開けてこのだし汁の塩分濃度をちょっと見ていただいて、はあ、ナイスナイスですね。じわーっと、何とも言えないです。美味しいです。はい、じゃあできましたので今日は盛り付けていきたいと思います。いや、豆のね、豆から野菜とケッパーの味と、まあ、もちろんグリーンピース、そしてお肉からのお味が何とも言えなくハーモニーをとってますね。美味しそうだわ。はい、これ必ず何かしら風味付けをオレガノでして、はい、グリーンピースとじゃがいもの煮物出来上がりました。全部入れて火をつけて煮るっていう、最後にまあお肉を入れたんですけども、これはお肉がなくても美味しくできると思いますので、ベジタリアンの方はお肉なしでやっていただいて構いません。はあ、料理楽しいですね。今日も楽しくやらせていただきました。ご視聴ありがとうございます。最後に YouTube 登録のほどまだの方よろしくお願いいたします。